こんばんは、平井弘明です。今回はですね、スイング軸、体の軸ですね、軸について動画を撮っていきたいと思います。で、この動画を撮ろうと思った理由が、軸ってその方によってこうイメージの問題になってくるんですけど、自分のスイングがこういうスイングの人って、じゃあ軸をぶらさないで回ってっていう軸の人がこうなるんですよ。でも、こういう軸の使い方、要はセンター軸と言われてる、こう真ん中からぶれないようにスイングのイメージができてる人ってこのまんまなんですよね。なんで、ぶれることが悪いわけではない。こう何も真ん中で回るだけが全てじゃないってことをちょっと動画にしていきたいと思います。平井弘明のワンナップゴルフ。僕なんかはこう少しぶれるんですよ、軸が。でもそれがイメージ通りだし、心地よく振れるし、一番飛距離が出しやすいので、多少右と左にこう振るんですよね、軸を。で、その頭の中で動かないで思い描いたイメージ通りがこうやってブレるとしますって言ったら、そこに沿って実際の自分の体もこうやって移動しなかったら、それが真ん中ではなくなってしまうんですよ。だからそこがそのイメージのギャップなんですけども、そのギャップが生まれた時点でタイミングがずれるので、しっかりと自分のイメージと実際の動きを一致させることってすごく大事なんですよね。で、例えばたまに僕が動画の中で、あのベタ足手打ちって言って、足を使わないでこう上半身の回転と腕だけで打つショットがあるんですけども、それなんかはセンター軸で振るイメージを持ってやるんで、ブレないで真ん中でこうやって振るんですよね。だから結局クラブの動きをメインとして、クラブの出力パワーっていうのは変わらずに、こうしっかりと叩けて飛距離が出せるっていうことなんですけども、それも真ん中でいようと思って実際真ん中にいるんで、そのまあ緩んだりとか力みすぎたりっていうのがないんです。要はイメージ通りだから。そういうものが実際の普通のスイングの時にでも一致させていった方がいいですよね。結論としては、どっちでもいいんだ、どっちでも OK、 いいんだけど、自分のイメージと合わせないとダメだよねってことなの。そう、ダメ。あのね、踏み込みに関係してくるんだけど、その例えばこうやってぶらす場合って、右踏んで左踏んでの中でクラブをこうやって振るから、その踏み込みがなくなっちゃうってことだね。そうすると振るタイミングも上げるきっかけもなくなっちゃうのね。だから一致してくださいねっていうことなのね。で、そのセンターの人ってもうまさにクラブの動きメインだから、きっかけがなくたって、例えば腕の手の中とか腕だったりして、こうやってフォワードプレスをしたりとか、なんかこうちょんちょんちょんグワンと上げたりとかってするから、それはもう別にその軸をぶらさなくても上げられるんだけど、だからそういうなんかね、自分の思い描いてるイメージと、まあ、とにかく一致させること、実際の動きが、それは本当大事。それはね、今軸に対して言ったんだけど、どんなショットでもそれって本当に一緒なんだよね。クラブの動きだろうが何だろうが、自分のこうやったらきっとうまくいくんだろうなっていうのが例えばあるとするって言ったら、実際にそうやってクラブを動かしてみることがすごく大事。そうするとね、ミスショットの確率が本当に減るんだよね。それがだから練習でその一致させるということをやっていただきたいんですよね。いや、その問題というか、悪い例みたいなので言うと、イメージと実際のその軸の動きが違ってるっていうのが、そう一番多いのは、軸がブレる人なのに、ブレないように振れって言われて打ってる人。それが多分一番力が出ないんだと思う、4パターンの中で。例えば軸ブレる人が実際ブレるがぴったりくる、ブレない人が実際ブレないでぴったりくる、ブレる人がブラさないっていうジャンルが一番力が出ない。ブレない人がブラして打った方がまだいい。そうなんだ。ただその一番飛ばない、ブレる人がブラさないでセンターで振ってるっていうのが一番多いで、一番飛ばない。だから多分そういう悩みが多いんだろうなとも思う。それじゃどっちでもいいのに、こっちだよって言われちゃってるのが問題ってことね。問題だな。だからもちろんその教える側としては、もっと飛ばしてほしい、上手くなってほしいっていうから言うんだろうけども、ご本人が知ってたら一番いいかなって感じ。そうすると迷わないからね。
あれなんかの動画で俺らの世代だっけ、うん、体重移動世代、うんうんうん、させられたっていう、うん、あれもしてもしなくてもいい系のやつじゃん。そうだね。そういうのが結構あんだね。多い多い多い、ほんと多いと思う。特にね、今の若い子たちはほとんどないんだけど、うん、俺らとか俺ら上の代っていうのは、うん、こうやんなきゃダメっていうのが強かったから、うん、結構あんだ。まあそうだね。どのスポーツでもなんかそうですね。そうそうそう、そんな感じなんだ。時代がね。時代がそうだ。時代、絶対時代。そうだよね。後ろは後ろで、はい、わかりました、世代じゃん。そうだね。あれだよね。部活の時水飲めない世代だから、ね。あ、そう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 。コンドーロン世代じゃん。だけどさ、今飲まなかったらやばいもんね。やばい。死んじゃうもんね。うん、本当に熱中症で死んじゃうからさ。うん、そういう世代よね。そう。の方たちには、ああ、なんとなくわかるって言っていただけそうな感じだと思うんだけど、やっぱりね、俺もね、体重移動めちゃくちゃやらされたし。あ、でも体重移動はしないんだっけ？体重移動はしない。ちょっとだけこうやってブレるだけだ。要は逃がしを作んないと俺は詰まるから、うん、ちょっとこう、こうじゃないけども、うんうん、ちょっとこうぐーってこう、こうやってやるんだよね。こうやって。うん。うん、まあそんな程度。だけど、本当にその、どうしてもブレちゃう。軸がブレちゃうんだったら、ブレたタイミングで振った方がいい。で、ブレる人ってスイングテンポ遅いですから、あとは上下動は多少します。ので、その上下動してるよって言われても、軸がブレてる人だったら上下動していいんです。だからその辺をなるべく縛らない方がいいですよね。何度でも言いますけども、インパクトのタイミングをこう合わせるための動きなんで、タイミングが合わない動きは逆にやらないでくださいってことなんですよ。インパクトにこうバチンってうまく叩けない動きっていうのは、そのご自身にはほぼ合ってないと思っていただいていいので、必ず自分のストレスない動きっていうのはインパクトにバチーンってクラブが来るので、まあその動きですよね。やっていただいた方がいいと思いますね。世の中的にはあれなの？センター軸で回る方がいいとされてるの？あのね、確率が高いって言われてるんだよね。ブレない。ああ、なるほどね。そう。そっかそっかそっか。そう。でも、ヘリクツになっちゃうかもしれないけど、自分のタイミングで打てた方が確率は絶対高いんだよね。ああ。うん。その、なんていうの、物理上理論上っていうのかもしれないけども、軸ぶれないで、うん、こうクラブだけこう回転で動いた方が芯に当たる確率が上がるっていうこと。動かなきゃそうだよね。そう、だって、うん、そう。まあ言ってんだよね。うん、でも人だからね。そうなの。そうなの。で、その結局芯に当たる当たらないって勝手に当たるもんなんで、そのシャフトとタイミングになってれば勝手に当たるんですよ。へえ。うん。だから当てに行くもんじゃないので。そこがポイントですよね。俺ね、結構レッスンで言ったことある。あれ？誰々さん、本当は、めちゃくちゃこうやってやらないですか？って言った。そしたら、え、やる？って言った人がやっぱ結構多い。で、なんで今こうやって振ってんですか？って言ったら、そうやってやれって言われたから。っていうのが、めちゃくちゃ多い。そっか、やっぱブレだったり、なんかその上下動とかもそうだけど、なんかそういうのって、なるべく少ない方が、いいとされてるもんね。そう、されてる。うん。日本ではね。ああ、海外じゃあんまり言われない。全く関係ない。1ミリも関係ないから。その、要はクラブのインパクト当たるところの向きだったり角度だったり、そのパワーでね。それが最大限生まれる動きを見抜くから。うん、その人のね。その人の。そこが、まあ全然違う。まあ、結果が良ければいいみたいな。そう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 、ほんとそう。言っちゃえば形にこだわらないというか、まあそれが、最善の形をやっぱりこうちゃんと見抜いてくれるんでね。それがやっぱりマックスの力が変わってくるっていう、うんうん、それはすごくでかいよね。僕自身もアメリカ行った時にこう体感しましたんで、すごくそれは思います。あ、けどなんかこれはこっちだよみたいなのはあるの？そのどっちでもいい系が多いけど、例えば背屈と小屈とかさ。小屈ってこっちですよね。小屈って、どっちでもいいに入ってこないんだよね、多分。うん。と、例えばどっちでもいいとしたら、まっすぐか背屈なんだよね。ああ。で、小屈っていうのは結構イレギュラー、うんうん。で、どっちでもいいって言ったら、多分、50年経っても両方いるの。はいはい。だけど、小屈っていないの。あ、うん。だから、どっちでも良くないんだよね、多分。どっちでもいいって絶対、何十年経ってもいるから、あ、両方。だ体重移動は両方絶対いるから、うんうん、例えば今トール君からのその手首の話出ましたけども、そう、手首の背屈小屈で言ったら多分まっすぐか背屈かのどっちかになると思うんですよね、うん、
あとなんだろう、でも結構あんな、あのディストターンも、うん、ボディーターンってできたのは、俺最初ゴルフ始めた時は、ボディーターンをやってる人はいたのかもしれないけど、うん、それがね、言葉になってなかったから、あ、言葉になったの、俺ゴルフやって途中ぐらいだったね。そうか。うん。それも入ってきたのは、あ、海外からだから。うん、その辺が、どっちでも、でもね、どっちでもいいって結構あると思うんだよな。あるよね。うん。あの、クローズスタンス、オープンスタンス、どっちもいいからね。あ、そうなんだ。うん、要は、インパクトの、いい詰まり具合ってあるんだよ。で、その、いい詰まり具合を、壁だとしたら、その壁を越えたらやっぱ飛ぶんだよ。うん、だから、その、壁を感じたままだと、詰まって右行くし、その、詰まりを弾いて、パンってこう、引っ張りっこすると飛ぶんだよね。だから、その、一概に詰まりが悪いわけじゃないんだけど、どう、こう、詰まらせるかなんだよね。うん。それはクローズにした方がつまんのか、オープンにした方がつまんのかとかいろいろ出てくるんだけど、まあそれもまあどっちでもいいかなっていう感じ。結構でもあります。レッスンに来た時にそれをこう、例えばどっちがいいかわからないってお悩みがあればおっしゃっていただければ即答しますんで、ぜひその辺はレッスンに来た時に僕に伝えてください。お願いいたします。まあちょっと今回はですね、スイング軸に対しての動画を撮っていきました。迷って、本当はうすうすこっちが得意で当たるんだけど、違う方を言われたっていう場合は、自分がいいって感じてる方を取ってください。それは、その軸をぶらさないのかぶらすのかっていうのもやっていただいた方がいいんですけども、結局自分がこうだなと思ってることって、勝手にやってる方なんですよ。意識しなぎでやってる方が多分ご本人に一番合ってるタイミングなんで、無意識にクラブを振った時に、どういう動きをしているのかっていうのが大事になりますね。その意識を持って動画撮影するなり、スイングを、ご自身のスイングを自分で見て、カメラに撮って、で、それで確認するのも大事だと思います。はい。そういうチェックを練習場でやってみてください。はい。では気に入っていただけたらチャンネル登録とグッドボタンの方よろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。ワンラップゴルフではオンラインサロンをやっておりますが、絶対入らないでください。